ここもしようと思います。やばいにお前ワンパンでやる。あの時は違う。何？なんであの試合でお前泣けんの？逆に。お前の戦い方 UFC に使われるわけねえだろバーカ。喋りねえからそんなダセえ髪型してんだろうがバーカ。顔面陥没させるからなこれやな。触んな。大きいよ触んなって。なんか SNS から始まったねこれ。俺も私の部はもう周り俺の周りの一緒に練習してる人とかも。私の部屋絶対やめた方がいいよってもうみんな言ってきたけど、なんかそういう声があったからこそなんか喧嘩売られて、なんでなんか逃げんじゃねえみたいな、お前男らしくね、なんかそんななんか俺が出せみたいなこと言われたんで、そもそも逃げるわけないし、なんか逆にめちゃくちゃ美味しいし、あ私の部とデビュー戦で俺やれるってなんか俺すげえ持ってんなって感じだから、普通にご合格しようと思います。はい、デビュー戦でまあ僕とやるっていうのはまあ本当に浅田くんすごいなっていうふうに思いました。まあ正直に、まあ、ファイターとしていいなと思いました。でもまあ、MMA と本当にそんな甘くないし、僕もデビュー戦所さんでやらせていただいて、まあそこから今があるんで、まあ本当になんていうんですかね、僕の MMA を一方的に押し付けて、まあでもデビュー戦なんでちょっと怪我とかはしてほしくないんで、まあしっかり綺麗に、片付けようと思ってます。はい。はい、身長が高いから勝つとか低いから負けるってもう小学生みたいなこと言ってるから、もうそもそもなんか格闘技マリーチがまあ有利に働くのはまあそうですけど、身長が俺の方が高いから勝つ小学生かと思いましたね。ちょっとよくわかんないですよね。バカなんだよ、ね、格闘技やったことあるのかな。バカなんだよねこれが。キックしかやったことないですよね。 MMA 関係ないんで本当にリーチとか、僕も全然今までやった選手、僕より全然リーチ長いし、うん、ほとんど身長高い選手なんでそんな関係ないと思うんですけど、僕はもう試合見たらわかるっす。あ、そういうことを厚田は言ってたんだって。あの時からそういうことは俺は見えてるからね。もう試合のもう内容も、お前そんなこと言ってヤマにお前ワンパンでやる。あの時は違う。何？あの時は本当クソガキで何も分かってない。喧嘩してやるって涙。今は違う。今は全然違うよ。でお前はむしろスポーツしかやったことないからな、先言ったけど。まあ、もうスポーツ、だから絶対俺勝てる。MMA はスポーツじゃないからな。MMA スポーツだろ。お前6戦ぐらいやってね、6戦やってぐらいでね、佐藤翔吾に負けてね、お前一生懸命言って負けて。判定で負けて、お前スピリットで負けて泣いてんだから、なんであの試合でお前泣けんの逆に。なんでお前あんな、ずっとこんな詰めてるだけで何もアクションもしないでさ、判定になって、泣いてんの。なんで泣いたの。そこでわかんない。バチバチに行って、死ぬ気で勝ち行って、泣いたんだったらわかるけど、なんでお前あれで泣いたの。めちゃくちゃ、どういうこと。なんであれで泣いたの。全然何言ってか、本当に MMA 分からんだよな、お前な。いや、俺結構分かる。いや、あとお前言ってるけど、なんかの時に、俺 UFC 目指してるんで、お前の戦い方 UFC に使われるわけねえだろ、バカ。お前 UFC 見たことあるのか。見たことあるよ。お前の戦い方、佐藤翔子の戦い方で、お前誰が UFC をお前が使うんだ。お前がいくら強くても。いや、お前分かるか。使わねえだろ。いや、俺の方がよっぽど使われるだろ。まあ、次の試合見せるから、俺は。なんか試合やったら分かるから。うん。試合やったら分かるから、全部。もうそうだな。それは格闘家もそれしかないからな。もう黙ってやれよ、お前うるせえよ、ほんとに。うるせえな、じゃあ、お前しゃべりねえから、そんなダセえ髪型してんだろ、お前、バーガー。なお前、その髪型、サングラスもお前、お人やったら。終わったから。いや、終わってねえんだよ、てめえが終わったとか決めんだよ。俺が決めんだよ。な、俺が決めんだよ、これ。あ、その辺しましょう。何やってみろ、お前。お前、今やってきた瞬間、お前、顔面バチンやって、お前、顔面陥没させてるからな、これ。お前、ここでやったらどうしよう、お前、ですけど。おい、やってみろ、ちょっと、お前、もうその場合、お前、つかめないからな、お前、ぶっ壊れたさ。お前、一発はやるからな、これ、こっち来いよ。お前、来いよ。なんか知らねえ、これ、やってみろ、だったら。お店の前で待ちましょう。まずは。気持ち悪いんだ、てめえ。まだ質問がございますので、申し訳ない。こう先ほどからの、こう、太田選手へのこう発言を聞いていると、こうある種、本物と言ったり、こうある種は、ちょっとけなしたりとか。ぶれてんだ、こうこうリスペクトはあるけど答えリスペクトあるね。だってそれはずっとレスリングで世界と戦ってるじゃない、そんなやついないじゃないですか。ただ MMA は違うよって話なんですよ。俺も MMA 今から初めてやるけど、まあ初めての俺から言わせてもらうと MMA はそうじゃないよって俺はそう思ってるんですね。だからそれあとも試合で見せるだけだし、うん、ただ圧勝は自分がする。圧勝すると思う。うん、圧勝すると思う。うん。やっぱり自信が。自信あるね。
めちゃくちゃ自信あるね。じゃなかったら受けないしな。こんなの俺は、山瀬はちょっとさ、こう、やってやるぜみたいな、こうなんか、中学生の時のちょっと調子乗った、お喧嘩だろみたいな、喧嘩だったら喧嘩やってやるよって練習しないで言ったけど、今回はやっぱ、その、やっぱトップアスリートだから、レスリングでも。だからそれはアスリートと戦うからな、俺もしっかりしたトレーニングしなきゃいけないしな、今いいトレーニングできてるんで、はい、楽しみにしてください。全然、だから練習前してなかったのと、だから前はチンピラだったやつがヤーマン戦ったけど、今アスリートが MMA 出るよって話。全然違うでしょ。ああ、変わったんだじゃあ。変わった変わった。全然、なんか、工事戦でも変わってたでしょ。まあ、結構、あ、そうやな。それはちょっと楽しみやな、確かに。そう、工事戦も変わってたでしょ。あのまま行ったら、そりゃ、さすがそれは俺も、あの、まあ、ちょっとリスペクトしてるから、お前、受けないよ。やらせてなんて言わないよ。お前、大晦日にお祭りカード、お前、これ、俺がやられるだけつまんねえだろ、そんな、お前。なんで大勢の前で、お前、わざわざやられる関係いけないんだよ。お前、俺やれるから、お前、やるんだよ。あ、まあ、それはそう、まあ、うん、そうやな。楽しみやな、そしたら。ちなみに太田選手はこう、まあ、先ほどもちょっとお話はあったんですけど、こうあの MMA 初挑戦の対戦相手として選ばれたことについてはどう思われますでしょうか。まあ、そこ、うん、まあ、僕はもう来た方が受けるだけなんで、やるだけなんで、まあ、その選手が芦澤選手だったってだけで、うん、何とも思わないですけどね。まあ、ただ本当にやるだけなんで、僕は、はい、求められてる仕事を果たすだけなんで。ちなみにそちらの髪型のにした経緯を改めて。これ変ですか。これ変ですか。モチーフは。いや別に分かんないですけど、僕約束したんで、約束は守るもんだと思ってるんで、まあこのタイミング的にこれがバッチリかなと思って、なんかその辺でパヤッてやってやりましたって SNS 載せても意味ないかなと思ったんで、はい、ちょっとこの機会使わせていただきました。太田選手を聞きたいですけども、この会見をやって、芦澤選手の印象というのはどういうことですか。変わんないです。印象。あんま変わんないです。あんまクソガキだなと思って。まあ、あと、でもさっき自分で言ったけど、ちゃんと練習積んでるみたいなんで、まあ、なんて言うんだろう。冒頭にも言いましたけど、やっぱ僕とやるっていう覚悟とか、まあ、心意気ってすごいなと思ったし、まあそれに向けてしっかり準備してるっていうのはやっぱ彼もプロなんで、キックボクシングですけど何戦もやってきてるプロなんで、まあそうですね、そこまでしっかり作り上げて、来てほしいなっていう、まあしっかり試合になればいいなと思ってます。春日さんの挑発を受けてスイッチは持ったんですか。まあ全然、なんかもうちょっと来んのかなと思ったら、あんま足りないですよね。なんかもうちょっとクソ上げなのかなと思ったら、なんかそうでもないなと思って、アスター牛勢でやっぱこんなもんやなって感じです。アスター選手のアスリートらしいコントレサイドを今の聞いてどう思った。こいつ普通に気持ち悪いじゃん。こいつ気持ち悪いんだよ。ライジンファンみんな知ってるっしょ。こいつ平本と喧嘩しててもこいつ気持ち悪いんだよ。なんだからファンいないのかなっていう、なんか知らないけど気持ち悪いんだよね。この髪型とかもさ、これで罰ゲームでやるんだったらさ、もっときっちりやった方がいいと思う。もう中途半端すぎる。バカか、お前これ1年かけてお前美容師にやってもらったんだぞ、お前。いやその美容師じゃ下手だね。もっと違う、髪の毛をちゃんとやった方がいいと思う。髪の毛もっとちゃんとやった方がいいと思う。だったらもっと伸ばしてな。レンマはかっこよかったぞ、お前な。そのかお前なこのな会見の方がやってたな、一昨日やぞお前。頑張った方やろお前これ。もう頑張って頑張った。一昨日や。夜中やぞお前。頑張って、それ頑張ったわ。足りねえな。とりあえず頑張ったわ。一昨日や。どうやって準備すんだよ。それ頑張ったな。バットマンみたいでいいよ。バットマンなんかなこれ。手を出さないように気をつけてください。触んな。大きいよ、触んなって。ムービーで。ムービーの皆さんよろしいですか。よろしいですかね。俺の足です。僕の足です、はい。はい、ありがとうございました。アジア選手、太田選手ありがとうございました。